Yo, Minasan, c'est Kajo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de l'épisode 45. Donc voilà, c'est la partie 2. Donc bon visionnage! Minami no, bouée sen o kansatsu chu. Kibishi kenmon de kouka kyo o fousa. Nimon no taretto ga. C'est un goût. J'ai mis 100 secondes à la scie, tiens. Je pense que l'avoir affiné. Ah, mais c'est une mission secondaire. Ah là, ok. C'est un goût. C'est un 町を取り戻すには奴らをどうにかしないとな。奴らを一気に倒すことはできない。機能的に潰していかないと。まず目を潰し、武器を奪って命令系統を破壊する。よく聞け、エージェント。目的は3つだ。俺も簡単じゃねえ。通信中継装置停止。2つ目は戦術作戦司令部の破壊。そして第3の目的は武器庫の確保だ。 タレットを検知。あれを見たことがある。厄介だぞ。敵と認識される前に近づけ。でないとあんたをモップで片付けることになる。 What? GPSによると通信センターに近づいているぞ。奴らに気づかれないように注意しろ。
ああ、そうなんだ。コンバットエンジニアのことだ。用心深く訓練されていて、私たちと同等の装備を持っている。電柱装備に関してはケチってないようだ。 What?
voir ça tout de suite. Ouais, j'inflige plus de dégâts. Ouais. On va trouver ça, en plus c'est niveau 27. Tant bien. Non, je préfère pas le mettre. C'est le PC qui cherche machin.
上のデータ消去開始。確認。データを上書き中。LMB がこの熱に耐えられるかどうか見ものだ。注意。データ上書き完了。CPU をオーバーヒートさせ、冷却機能を無効化します。確認。シーケンス完了。サーバーデータの上書き、CPU の破壊を完了。Ah pardon, on va désactiver cette saloperie. On s'enfuit. Ika, anta wa bukiko no maue ni iru. Ichido doa wo aketara, zōen ga tōchaku suru made hitori kiri da. Kiyo tsukero, sawagashiku naru zo. Ok, d'accord, je vais être tout seul. のタレットを通過し、そっちに向かってるところだ。来たぞ。最初のタレットを通過し、そっちに向かってるところだ。了解。増援はトンネルの中間地点を通過した。来た、mais pas là。もうすぐ増援が到着する。
よくやったエージェント。まだ数え終えていないが、手に入れた武器でGTFはしばらく戦えるはずだ。見事だったぞ。エルエムBの足をすくってやったな。この調子で続ければ奴らを倒せる。よし、直ちに現場を制圧するぞ。トラン、ここにある全ての軍需品の一覧を作り、輸送の優先順位を決めてくれ。他の、はい、了解。 確保しました。了解。ジェスカイル。はい。はい、了解。はい、了解です。ちょっとじゃあ、en fait。 ラストマンバタリオンの兵士諸君、こちらは指揮官のチャールズ・ブリス中佐だ。我々を置き去りにする決断に憤った者は多いだろう。見下ろしだという者もいた。だが俺はこの町を目にして、いい機会だと思った。かつての町、それを取り戻すために必要なのは戦う勇気だ。 堕落しきった連中や通りにあふれるゴロツキから町を取り戻そうとする人間はいたか。弱腰の政府は何もできず、臆病で弱い兵士どもはただ恐れるだけだった。平和を阻む疑わに満ちた連中や殺人者どもを排除する勢力が必要だ。我々は振り返らない。我々は妥協しない。我々はより良い明日を実現するためであれば手段など選ばない。 敵対する者には神の慈悲を願うばかりだ。ブリス、アウト。うまく取れたか。こんな茶番二度はやらんぞ。OK。 Donc voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Donc voilà, mettez un bon petit pouce bleu, ça fera grand plaisir. Donc voilà, donc je vous dis à plus tard pour mes aventures sur The Division, c'était Gacho. Bye bye.